はい、それでは今日の物理を始めます。今回はその2で前回の問題の続きです。で、前回はここでヒーターがあって、ここの A の理想気体が1モルがヒーターによってこう上昇したわけですね。その時にここの高さが L1、4L0 です。で、温度が TA ケルビンになったというわけですね。で、ここは真空でした。で、今回はここに理想気体 B を1モル、TB ケルビンの温度、TB ケルビンの理想気体1モルをここに封入します。封入後にすぐにここにストッパーですね、このストッパー、ここに TA、 ここに上がった時にもストッパーをここで設置するわけですけれども、その後に今封入 B の気体を、理想気体を封入するわけです。で、封入後にこのストッパーを外すと、こうしばらくしてこっち AB とも TE ケルビンになったというわけですね。で、ここの高さがまあ LE だと、まあこれはまあこういう LE で落ち着いたというわけですね。で、問い2番ですが、前述の状態での、つまり今説明しましたが、前述の状態での温度を TA ケルビン A の理想気体ですね、ピストンの高さは L1、4L0mとする。そして気体 B、1ボル TB ケルビンを封入後にストッパーを外すと、しばらくして AB とも TE ケルビンとなり、 LE メートルで静止したというわけです。この過程において2つの気体がした仕事の総和は8ジュールであるという問題です。ですから、この両気体がした仕事の総和ですね、これを求めなさいというわけですが、前回はそのここが真空で、こちらの圧力でもって、気体がした仕事を求めたわけですが、結局はまあ同じことなんですね。トータルして、結局は真空の場合はトータルしてもこの力しかないですが、ここの場合は AB とも B の気体はこういう圧力でもって、押し下げていきます。で、 A の方は上に持ってですね、この力、このピストンの重力に耐えてこう、押し上げるわけですね。で、押し上げる力と押し下げる力の、まあ、トータルしたその合力が結局その、まあ、ここで、まあ、下がったか、あるいは上がったか上がらないわけですけれども、まあ、こういう風になったというわけですね、トータルした結果が。ですから、この AB 全体として考えると、ここのピストンがどれだけその下がったか上がったかというわけですね。期待でした仕事は結局した仕事というのは、結局結果的にはこの MG という重力がどれだけ移動したかというわけですね。まあ、LE が大きい場合、 L1 に比べて大きい場合、あるいは小さい場合もありますが、結局その後引く最初の高さですね、ですね。で、これが移動距離になりますから、まあこういう風になります。ですから、答えはもうこの MG、 これだけでいいですね。結局はトータルした結果がどちらかの合力が変わっていますから、その合力でもってその重力が MG だというわけですね。合力がで高さ、移動距離がこうなりますから、こういう風になります。次は9番の問題です。2つの気体の内部エネルギー変化の総和は CV を用いて9ジュールと書ける。2つの気体、つまり AB ですね、で内部エネルギー変化ですから、もう、2つ考えればいいわけですね。まず A の気体の内部エネルギーの変化、デルタ U A とします。これは、一般にデルタ U というのは N モルで、鉄銀モル比率を CV とすると NCV デルタ T になりますが、ここは1モルですから、もう CV のデルタ T だと。このデルタ T は C どうなるかというと、どれだけの変化になるかというと、 TA から、まあ、ここ TA ダッシュとしましょう。 TA ダッシュ、こちらを TB から TB ダッシュという、そうじゃないですね、 TA ダッシュではないと、これ TA から TE になったわけですね。TB から TE になったというわけですね。ですから TE 引くのをこの TE 引くの TA だと、こうなりますね。で、B についてはどうかというと、やはり同じく1モルですから CV のデルタ T ですから TB から TE になりましたから、まあ、TE 引くの
まあ、その後ですね、その後から最初ですね、ですからこういうふうになります。で、結局総和ですからデルタ U はこの足したものですね、ですからデルタ UA プラスデルタ UB ですから、結局総和はデルタ U はこれとこれ足したものですね。で CV でくくると TE マイナスの TA、 今度はプラス T 引く TB になりますね。ですからこれは CV の 2TE だと、マイナス TA マイナスの TB だと。ですから答えはこう、変化の総和は結局こういう式になります。次は括弧磁場の問題です。よって熱力学第一法則から TE は LE を用いて括弧10ケルビンと表すことができるという問題ですが、結局熱力学第一法則一般に Q イコール内部エネルギーの変化プラス下仕事ですね。でこの場合よく見るとどこにもヒーターで加熱していませんから、 Q は外から加えた熱はゼロだと。よって、0イコールデルタ U プラスの下仕事ですね。ですから、まあ、デルタ U イコールこれをこちらも持っていくとマイナス W シータ下仕事ですね。でこれ全問の結果を利用すればいいわけです。ここは当てはめればいいわけですね。デルタ U がこれだと、これが CV の 2TE マイナスの TA マイナスの TB だと、これマイナスダブルシータ、これマイナスにします。ですからマイナスにするとこちらが逆になる、まあこう書きましょうか。マイナス MG の LE マイナスの L1 だとですね、ですからここでこれを TE を求めたいわけですから、 TE2 倍の TE マイナスの TA マイナスの TB は CV で割ったものですね。 CV で割る、まあ、マイナスがありますからもうこれ逆にすればいいですね。 MG の L1 マイナスの LE にします。ですからこれじゃあ 2TE はどうかというと、これをこちらに持ってくるんですね。移行すれば CV 分の MG の L1 マイナスの LE プラス TA プラス TB ですね。こういうふうになります。ですから求めたいのは TE ですから、 TE イコール結局 TE は2倍で割ればいいですね。2倍の CV の MG のL1 マイナスの LE だと、プラス2分の TA プラス TB だと、こうなりますね。ですから答えはもう T は LE を用いて、 LE を用いてこういうふうになるわけですね。 TATB というのはもう与えられた量です。これらも全て与えられた量です。 LE でもってこういうふうにして表すことができるんですね。次は11番の問題です。一方高さ LE、 高さ LE ですね、温度 TE ですね、 TE ではピストンに働く力が釣り合っている。ここで静止していますから、ピストンに働く力が釣り合っているわけですね。釣り合っているので釣り合いの式は TE と LE を用いて括弧11イコール0と表されるという問題です。ですからもうここに着目するわけですね。ここで釣り合っているのはどういうことかというと、 B の気体が押し下げる力と A の気体が押し上げる力が等しいということですね。でここの気体の圧力は、まあ、ここで指定していません。これは B、 ここ A の気体は PA ですね。 PA というのはそのまま低圧変化でもって P0 ですね。この力 P0 S 分の MG だということが分かっています。でここはまあ分からないから PB としましょう。 PB から PB' になったとします。でこれはまあ PA、 これは PA から PA' としますしましょう。ですからここでのここを押し下げる力は PB'S 足す、ここの MG ですね、 MG という重力が結局押し上げる力 PA'S に等しいわけですね。で、ここでまあこちら仮定決めましたから、 PB' というここに状態方程式を考えると、これが全体が L ですから、ここの、L- の LE ですね。しかもここが断面積 S ですから、
ここ B についての状態方程式は PB' と PV、 V は S の L マイナスの LE ですね。これで V、 PV イコール NRT、 N が1、北ですが R、 温度が TE ですね。こうなると、でもう一つは、もう一つはここですね、 PA' と V、 PV は V は SLE ですね。 SLE、 PV イコール NRT、 N が1、 R、 北ですですね。で TE だと、これ見るとこれとこれ等しいですね。です、予定ですから、この PB'S の L-LE がこれに等しいわけです。PA'SLE に等しいわけですね。ですから、ここへ予定 PB' は何かというと、S が消えて L-LE 分の LE の PA' だと。こうなりますね。ですから、この PB' ここへ。これを持って、ここをこれ持っていくわけです、ここへ。ですから、結局この式はどうなるかというと、これと結局これはどうなるかというと PB'S ですね、 L マイナスの LE 分の LE PA' ですね、これが PB です。で、S プラス MG がPA'S になります、これ PA' ですよね、ここですから、これを PS' で、これへ移行するとどうなるかというと PA'S でくくることができますね。 PA'S でくくると1引くの L-LE 分の LE だとこうなりますね。これ移行して、で、マイナスこちらへ行くと、まあ、ゼロだと、このイコールゼロの形にしたわけですね。で、ところでその PA' というのはこちらが勝手に決めた分ですから、 PA'S は、PA'S は与えられた量で言うと、ここにありますね、 PA' が。ところで PA'S は何かというと、まあ、S はまあ与えられた量ですが、 PA'S は LE 分のLE 分のこれから RTE になりますね。ですからここへ持って、これをここ持ってくるんです。 LE 分の LE 分の RTE1 引く L-LE 分の LE だと、マイナス MG イコール0、こういうふうになりますね。あとはこれやればいいわけです。あとはこの LE をこちら持ってくると、RTE イコールでやると LE 分の1引く LE 分の1引く LE と LE、L-LE ですが、 LE が取れて L 分、こういうきれいな形になりますね。 LE が取れて引く MG が0だと、こういう形になるわけです。これ見るともう R も与えられた量ですね。北 TS、TE もそうです。これ L も与えられた量です。 M もそうですね。ですからこれがTE と LE を用いて、TE と LE を用いたら結局こういう形になるわけですね。ですから答えは、これが、答えになるわけです。次は12番、最後の問題です。AB 内の気体の CV、定積漏れ率を2分の3が R とし、L1 が3分の 2L、つまりここの L1 がこれの3分の2だというわけですね。3分の 2L だというわけです。で、TB が、ここの温度が、この TA の3分の4倍とするとき、こっちが高いわけですね、温度が。TA と L1 の関係を考慮すると、TA と L1 の関係を考慮すると、ということは、まあ、結局は北の状態方程式を考えなさいというヒントになるわけですね、これが。考慮すると、LE は TA を用いずに表すことができ、L メートルの何倍となるというわけですね、ここ。この長さはこれの L の何倍かということが、まあ、12番の問題です。ですから、まあ、ここに具体的な数字がありますから、もう当てはめればいいわけですね。この TE、 ここですね、ここの TA、 TB ですね、 TB と CV ということでね。ですから結局 TE はどういう、もっと簡単になるわけですね。ですから 2×CV が2分の 3R ですね、2分の 3R だというわけです。で MG、
mg の L1 が3分の 2L だと、3分の 2L だと、具体的にもうやっていくわけですよ。 LE 足す2分の TA 足す、TB が3分の 4TA ですね。ですからもっと簡単になるわけですね。ですからここは3分の 7TA ですから6分の 7TA になりますね。3分の3足す4ですから、で3分の7になって2になりますから、でここは結局これとこれで 3R ですね。 3R 分の3分のこれですね、3分の 2MGL、 3分の 2MGL とマイナスの MGLE、まあ、こういうプラスの6分の 7TA だと。でこれはもう少し簡単になりますね。これはこれ3分の 2MGL ですから QR 分の、これがこちら来ますから QR 分の 2MGL だと、マイナスのこれが 3R 分のこれですね、 MGLE だと。でこれはまあ6分の 7TA と、まあこういう式、 T はこういう式になるですね、結局。でもう一つのここの TA と LH の関係を考慮する、ここですね。ですが北の状態値を考えます。ですから PA と、PA は、まあ、PA と SLH ですか、 PV SLH が1モルで TA ですね、 1RTA だというわけですね。1モルで RTA 状態方程式を考えます。 PA という圧力で、ここの体積は SL1 ですね。でこの PA というのはそもそも P0 だと、 P0 は S 分の MG ですから、結局これはどういうことかというと S 分の MG と SL1 で MGLH ですから、左辺はこれが S 分の MG ですね。で S と S が取れて L1 になりますから MGLH、 これが MGLH になるわけですね。でこれが RTA ですから、結局 TA と L1 の関係を考慮すると、これはここですね。ですからここの TA がありますから、これから TA は R 分の MGLH だということが言えます。ここでね、ですからここへ振り込みます。ですから結局 TE というものは QR 分の 2MGL だと、マイナスの 3R 分の MGLE プラス6分の7の TA ですから、これ R 分の MGLH になりますね。これ TA、TA ですから。でこれ見るともう R 分の MG で、R 分の MG でもくくるわけです。R 分の MG でくくると、R 分の MG でくくると9分の 2L だと。マイナスの R 分の MG で3分の LE と。プラス R 分の MG で6分の 7LH。でこれでもう長さになりますね。 L1 が3分の 2L ですから、これは6分の 7×L1 が3分の 2L ですから、結局2と6で39分の 7L だと、9分の 7L、 9分の 7L と9分の 2L ですから、結局 TE は9分の 2L と9分の 7L、9分の 9L になって L になりますね。ですから R 分の MG の L-3 分の LE だという、こういうここですっきりとしたこの関係式が、結局こういう長さと、こういう関係式になるわけですね。さらにこの R 倍すると、この RTE は MG の L マイナスの3分の LE となります。ここを見るとこの式が結局ここまで来るわけですね。で次のもう一つの式、ここの RTE がここに、このこれがここへ来るわけです。ここへ、だったらもうあとはもう LE のについてと L との関係式になっていくわけですね。このこういう式が導かれました。で RTE がこれですから、ここへ持ってきます。でまあ、これをこの式をもう少し簡単にすると RTE ですね、 RTE 括弧の LE
LE カッコ、これは L マイナスの LE ですね。分の L マイナスの L マイナスの LE と引く LE になりますね。結局これはマイナスの、これはイコール MG ですね。これを簡単にすると、これを移行するとこういう形になります。でこれを分母通分すると LE、 こういう形になりますね。でまあこれは RTE の LE かっこ L-LE の L-2LE ですね。これが MG だという、こういう形になります。でこれがここになりますから、まあもう少しこれ RTE の L-2LE は MG のこちらを書きます。LE の L-LE という、こういう形になりますね。これをこちらをかけたらこうなりますね。で、これはこれだと。で、RTE がこれですから、これ RT がこれが MG の L-3 分の LE。LE ですね。これがこうです。で、L-2LE だと。これが MG の LE の L-LE だと。もうあとは計算ですね。あとはこの LE を出したいわけですね。L でもって。ですからまあこの式からまあこうなりますから MG が取れます。取れて、これは2次因数分、これを展開すると LG 乗と、これがこれと出したものが3分の2と1ですから、マイナスの3分のマイナス6とマイナスしてマイナス7、3分の7、LEL になりますね。で、これが開けたものが3分の 2L 以上です。で、これと MG が取れますから、これは LEL、LE 以上ですね。で、LE についての二次方程式になりますから、3分の 2L 以上、これはこちらを持ってくると、こちらを移行すると3分の1とですから、3分の5になりますね。で、LE と LL と LE でマイナス1になりますから、マイナス3分の10、LLE。で、これはそのままですね。こういう式になります。で、LE についての二乗方程式ですから、LE はこれを両辺3倍すると 5LEG10LEL3 倍 LG ですね。でこれは二乗方程式ですから、今の公式を使うと LE は結局 2A 分のマイナス B プラスマイナスルート B10 マイナス 4AC ですから、こういう式になって10分の 10L プラスマイナスルート、これが 40LG になりますから、これはまあ4ルート10ですから、2ルート10になるわけですね。で 10分の、まあ、これとこれで L だと、 L プラスマイナス、これ10分のこれこうなりますね。で2と10で5になってこうなります。まあ2つありますが、ここでよく見ないといけない、 LE は L よりも小さいですね。 LE というものは L よりも小さいですから、プラスになるとこれは L より大きくなりますから、結局より結局適当な適切な LE は L マイナスの5分のルート 10L ですね。ですから L でくくると L の1引く5分のルート10だというわけですね。ですから答えはもうここですね、1マイナスの5ルート5分の10だというわけですね。まあでまあ、ここで、具体的にその L1 が3分の 2L ですってですね、これはまあ問題文にありました。で3分の 2L、LE がこれですね。でじゃあどちらが大きいかというわけで、まあ、これからこれ引いてみると、まあ、L を除いて3分の 2-1 マイナス係数ですね、この代償関係やるとこれとこれで、これはまあこれがマイナスマイナスルート5分のルート10で、これとこれでどうなるかというとマイナス3分の1ですね。通分すると15分の3ルート10引くのをこうなって、これはまあルート10と言えたら 3よりも大きいですね。さらが9ですから、ですから9引く5言ったらもう正ですね。こちらも正ですから結局正だと、こちらが正ですから こちらが大きいわけですね。結局ですから、LE はもう下がるという、このまあこの図の通りに下がったわけですね。結局ここから、ですからまあこれはまあ LE はこういう式になるわけですね。3分の2よりも小さいというわけですね。